どうもー影です。今日はですね、えー「商売は実験を繰り返すこと」と。 いいいうこととについてお話ししたいと思いま,すまああのー、僕はまあ個人でですねその商売というかそういう、まあ、商売というか商売をしてるんですけどもそんな大したね、えー、実績は残せてないというところでそんなに偉そうに言えることではないんですけどもそのやっぱりねこれ商売だけに限ったことではないんですけどもそのやっぱり実験をねこう繰り返すというか。 そういうことをしていくっていうのが結構こう大事やったり面白かったりとかですねそれが結局自分の経験となりその生きていくとこれから生きていく知恵になるんかなというふうに思ったりします。そのの順順調調ににいいいいいっっってててるる商売方うううはこういうことをしないんで,すよ、ね、でしないというかそれで順調なんでですね そここに工夫が、えー、加わるととは少なないかなと、えー、もちろん工夫されてる方もおられるんでしょうけども僕みたいにこうやっぱり集客でなかなかこう、えー、苦戦してる人間っていうのはいろんなことを繰り返さないといけないんですけどもその やっぱりその僕は基本はチラシ配りやと思ってたんでこうチラシ配りをこう頑張ってやってたんですけどもえ一番最初の方の反応っていうのはやっぱりそのあったんですよねそ,それなりそこまでなかったですけどその自分の予想のえどうやるな4分の1ぐらいの反応しかなかったんですけどもそれをこうやっぱりでも頑張ってこう努力することが 大切だと思っっててチラシくりをこう頑張ってやっててほんで、えー、すごい頑張った時は一日に1,000部配ったりねしてましたけどもその1,000部配って1人も来ないみたいなねそんな状況があったりしてすごくこう、えー、自分で自分の中ではこう悩,ん悩むというかこうしんどかったですよねそのしんどい思いをしましてそれ,それでもやっぱりそのいろ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 というかねその ネットもそのなんやかんややってたこともあったんですけども最近がやってることといえばそのもうチラシ配りをやめたんですね。でチ,バチラシ配りでこう集客する。 えー、この形っていうのが僕が今やってるその個人店でやってるあれにはそ,のそぐわないかなというかそのやっぱりその求めて来てもらう人に来てもらった方があの僕にとってもいいしお客さんにとってもいいかなとそのチラシで例えばその価格が安いということで来るとかいうその一回どんな感じかなっていうような感じで来るお客さん。 うんえー、を集客すするのでではなくてですねもちろんそういうお客さんでもいいんですけどもそのチラシを見てっていうのはその目立たすところがやっぱり価格になったりとかですね、えー、そういうことでこう、えー、集客される方が え集結されるかそれで来られる方っていうのも結構こうおられるんでねえそれをちょっと排除しようと思って僕が今まあいろいろ実験を繰り返す中でですねやってることはチラシ配りをえ今年からはもう完全にやめましたと。でえ9ヶ月ですね今9月なんで9ヶ月だから8ヶ月以上経ってるんですけどもえ新規のねお客さんっていうのは、えー ちょっとね、そんななに多くはいいいですすけども来ててただいてますチラシ配りを配った時間いろんなことを考える考えてそのチラシを印刷するお金であったり、えー、自分が配る時間であったり、えー、そういうことを考えるとですねやっぱりその,そのチラシを配ってる時間にですね、えー、その勉強をしたりとか、えー、その施術の練習をしたりとか。 そういういことの時間に当てる方がですねやっぱりその既存のお客さんですねリピーターのお客さんに喜んでいただける形になるんでそのえご新規さんをね集めるためにチラシを配るっていうのはえ僕の中ではもうないやり方かなというところで特に近所はね近所のそのどういうんですかねせたせたというまあまあ言ってもあれなんですけどその結構近い とこころに配うまあもちろん自分のお店が全然メジャーじゃないんでそのチラシ配りっていうのは全く効果がないというわけではないんでしょうけども、えー、そのね時間をすごくかけてやることなんでそこはねちょっと違うかなと。ほんで、えー、チラシ配りは、えー、違うやり方で、えー、チラシを直接その えー、個人個人一人一人にこう僕が手渡しで配る、えー、状態を作る、えー、そういう配り方に変えていきます。えー、変えとい,いうのはそれは、えー、どっかこう例えば駅前に行って配るとかそういうことではないです。えー、もうちょっとその,その人対人がこう近い状態関係性が近い状態の人に、えー、配る。 ということですねもちろんその例えばお店に行ってそのお客さんと仲良くなって配るとかいうことではないです、えー、もうちょっとえ僕に近寄ってきた人に対してえアプローチをするという形を取るということですねチラシを配るのであればそういう形を取るとだからそうすると1枚1枚でこう来ていただけるお客さんが来ていただける確率がえ上がるのと同時にですね僕のことをちょっとこうて いいいいただいてこう来ていただだてて来くという形を取るのでですね、えー、いろいろとその施術効果にも関わってきますので、えー、こういう形を取った方がいいと思って、えー、それを、えー、します、えー。基本的にはこうコロナが今いろいろこう、えー、まあ第3波ですかがどうなるかわからないんでですね動くとしては来年の4月4月からその自分の考えてる ことをちょっとしようかなというふうには考えております。でえー、っとですねほんでネットに関してはですね、えー、週1回ですねそのフェイスブックページでですね自分のお店の紹介をします。で僕は木曜日が定休日なんで金曜日の朝8時にこう。 アップできるようにで8時を今は7時に変えてます。で、8時より7時の方がいいのか、8時の方がいいのかちょっとわかんないですけど、8時でずっと続けていったのを7時に変えるようにしました。で、7時の方がその例えば7時半に見たら更新されてないけど、えー、えーと8時にアップしてたらね。7時半に見張った時に更新されてないですよね？ でえー、7時にアップすると7時半に見張った時は更新されてると。で、えー、6時台に見張る人がどこまで言いはるか分かんないんですけどもその確率的にそう7時ぐらいにしといたらいいかなというところで7時に変えさせていただきましたというところとあとブログですねほんでホームページもねその自分でこう作ろうとそのブログのまあワードプレスでこう ブログを上げている形になるんですけどもそこでのその、えー、ワードプレスを使ってホームページを作るという形を取ろうかなと今はまあ既存のホームページもあるんですけども、えー、それはそれで置いといてですねまあそれはそれでいいんですけどもそれと、えー、加えてということですね加えてその、えー、まあ あのー、予算もなかなかないんでですね自分でこう作り上げていこうかなというふうに思っていますのでこう自分で個人でこう作らはった人僕の、えー、行きつけのそのね、えー、お店のところでこう個人で作らはった人がいるんでまたこう聞いてみたりとかもできると思うその人もね自分でこうちょっと、あのー、結構簡単に作ったって言ったはってそれでもそんなにホームページ自体は綺麗な感じで。 作ってはるんで,、まあ、僕もできるかなあとはちょっと時間をねそこまでこう、えー、作り上げるときに作れるかっていうところですねそれをこうやっていこうかなとでまあまああのー、ちょっともう時間がもう9分経ってますねちょっとお話がまあここで止まっちゃうまあこういうことに関してはいろいろ何時間でも喋れるんですけどもまあえーまあ、実験をね 商売いうのは実験をこう繰り返すっていうかそういう何かをこう試してみてそれもねちょっとすぐやめるんではなくてね結構何ヶ月かスパンでこう見てみるというかそうすると何かこう何ヶ月かね僕だからこれ今9ヶ月で何か反応がこう、えー、出てきてるというか出てきている部分と何も変わってない部分といろいろあるんですけどもやっぱりこれは、まあ、続けていくのと。 まあ新たにいろいろやっていくっていうのがこう大切かなと思ってます。ということで今日はえ商売は実験を繰り返すということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。